争奪戦となっている F1 フェラーリのカルロス・サインツの去就をめぐって衝撃的な観測が出ているサインツは今季オーストラリアグランプリ GP で優勝するなど存在感を発揮しているが来期はルイス・ハミルトンメルセデスの移籍に伴って退団する予定そこでザウバーを買収して2026年から参戦するアウディやメルセデス レッドブルなど競合が獲得に関心を寄せている。しかしサインツはじっくり挙手を考える構えで、アウディ側が設定した5月末の返答期限を迎えようとしている。そうした状況を受けて、イギリスメディアクラッシュは、サインツが最終的に、都落ち、するとの見解を報じた。サインツは、26年のアウディへの移行に先立って、 来年ザウバーでニコ・ヒルケンベルグと共に加わるという有利な契約を提示されている。ただ、このオプションは今月末までしか検討されないと伝えられているとまず指摘。そして、サインツはザウバーへの移籍を決意する前に、レッドブルかメルセデスのいずれかのシートにつく可能性を検討している間、決断を先延ばししていると考えられているとサインツが競合の動きを見定めている状況を強調した。 その上で、レッドブルでは、セルジオ、ペレスはシートを維持する有力な立場にいるように見え、メルセデスは、キミ・アントネリを支持しているように見えるため、サインツが3つの空席をすべて逃すリスクがあると結局は競合チームすべてが破断になると予想した。そして、もしそうなると、ウィリアムズかアルピーヌが代替候補となる可能性があると競合に行き場をなくしたサインツが、 低迷する両チームしか選択肢がなくなると分析した欲をかきすぎて失敗するアブハチ取らずとなってしまうのかサインツは難しい決断を迫られそうだ